明治の一円玉、明治の一円玉、これどうやって使うかというと、どうやって使うかというと、ちょっと待ってください、3枚使います、3枚使います、手には何もありません。1枚2枚をポッキーにしまいます。するとこっちからまた3枚出ます。1枚2枚1枚をポッキーにしまいます。また3枚出ます。お、永遠に続くという1枚だけポッキーにしまいます。まだ3枚出ます。1枚2枚1枚だけポッキーに歩いて永遠に続く1枚だけポッキーにしまいます。まだ3枚出ます。ね、4枚ぐらいずつだんだん在庫数が上げすぎで少なくなってきたんですよ。なるべくいろんな揃ってるやつ持ってってくださいよ。